昭和薬科大学は東京都町田市東多摩川学園に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された大学の略称は小薬、明薬大。昭和薬科大学は1930年東京府東京市目黒区に設立された昭和女子薬学専門学校を起源とする薬科大学である。本学は創立する際、 いわゆるオーナーが存在せず、長年にわたり、在学生、卒業生、教職員、父母たちが一致協力して学びの場を築き上げてきたことから民主的な運営を伝統としており、今も、なお、家庭的で自由活発な校風を育んでいる。多くの緑に囲まれたキャンパスは、総面積17万3000平方メートルと広大なスケールを誇り、 その中でも薬用植物園は全国の薬科系大学の中でも屈指の規模を有する。旧生医学専門学校を起源とする昭和大学、また旧生女子専門学校を起源とする昭和女子大学とは別法人の運営。また、北海道にはキャンパスはないが札幌市南区隅川に同大学の所有地がある。 独立というは困難に立ち向かう独立不器の精神と優和の心を大切にしてきた校風を象徴しています。2005年度までの入学生は夏季二学科の4年生。2006年度からは夏季学科の6年生のみとなった。修士家庭薬科学専攻は学部4年生卒業者に対して広く門戸を開いている。6年生卒業後の大学院は 博士課程のみとなる、私立大学学術研究高度化推進事業、ありがとうございます。